はじめまして、株旅チャンネルです。我々は3名で株旅を楽しんでいます。皆さんに楽しい株旅をお届けしますので、よろしくお願いします。さて、第1回目にお届けするのは近場の旅、川越です。ルートは江ノ島から海沿いを走り相模湖へ、相模湖から奥多摩、そして奥多摩から青梅を経由して川越です。それではスタート。そっちか。これ変わりよ。びっくりしたよ、本当に。突然エンジンかかりました。マチ、ごめんって言って。メニューなんですけど、はいはい、メニューも別メニュー。美味しい話なんですか。いや、神奈川県は美味しくありません。ちょっとメニュー今日違うんですよ。で、日曜はちょっと僕がちょっと、まあ、別に大将がいまして、僕が今日は修行の身として焼かせてもらってますっていう日なので、ちょっと値段が焼き鳥が結構安くなるの で7本コースは普段用意してないんですけど、ご用意するので、ちょっとこれより 1000と1050円でちょっと7本コース。そんなに違うの大将と。いいじゃないですか。味は美味しいやつ。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい焼き鳥ですね。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい店。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい店。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい店。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい店。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐらいになっちゃう。なんちゃん。美味しい店。笑いも取ってくれる美味しい店。安くなっちゃうの。なんかそこぐ
でもさ、ピオシティはすごいよ。コロナ関係ないのよ。本当。大したもんだ。ああ。いやー、すごいな。ほら。
タワーあれだ、ブリうまいな。あれうまい、肉厚でさ、普通のなんか居酒屋のブリじゃないか、あれじゃない、切り方がうまいんだよ、カロスになったりとか、まあやっぱり調理方法、あれはねうまい、確かに、うん、あれ舐めてた、本当に俺は。まあまあ所詮あんな安かろうみたいな、そういう店だったから。でもあそこ安いよね。だから俺一番あそこピオシティ一番お気に入りはまず中華じゃん。あれも最高お気に入りやわ。ただあそこは酒がいないじゃん。はい、つなぎですね。はい、はい、松本新庄のすぐ近くの。はい、はい、ドキドキしちゃう。うまい、まあ、うまい。時の鐘は時の鐘？よくわかんない。みんな向こうから入ってくるんだよ。ああそうだな。だから神社があるんじゃない？美観地区とかこっちなんで。そうだよね。すごかったの下のね。さっきね。さっきは下でタバコ吸ってる。旬でみんな来る。あそう。なんか今日祭りやってんの？なんかやってない。なんか敵屋ができたから。なあ。なんかやってんの？期末みたいな。三年間。あ、うまい。あ、だから菓子屋横丁とか一番街とか、あの蔵造りの街並みとかが全部向こうなんで、街並みは家具出してればいいな。さあ、まあ本当にズバリあれだよな、俺もう7年も8年も住んでて一回もここらへん来てないっていうのは、それはいかに観光地行ってないかと。俺たちはそうじゃん、ジムジ行ってないっすよ。そうだよな、そう同じようなもんだよ。東大元暮らしでさ、そうだね、うん、若い頃ってそんなもん興味ないから、ね、興味ない、ない、全然ない、うん、神社仏閣全く興味なしだから。確かに金持ちがそうしてみんな幸せだって、全然そんなことなくて、そうなの、ね、やっぱいくら金持ってても幸せは買えねえんだよ、買えない、ね、楽しみも買えないし、趣味も買えないし、だらくするじゃん、だから体がボロボロになったって、うん、今糖尿だのさ、何の、やっぱりそういうのと、俺はすごい幸せで、今ないい友達持ってる、いい家庭持ってる、それは微妙だ。はちょっと、それいつなくなるか分からない。お前が思ってるだけで。なくなんねえっつうの。俺は本当に今思うと、すごい今幸せ。でもね、これですよ、一番大事なの。な、本当にね、これはね、これはね、できない。だからこれは金積んでもできないし、要はもう時間しかないよ。昔って、まあ、作った友達がもう残るか残らないかも、これって努力だし。努力もそうだけど、本当にわずかな、なんていうの、奇跡だよね。ある意味奇跡だよね。本当に俺なんかって別にもう当たり前じゃん。だって、まあ、正則、松枝、俺いて、ほんで、まあ、和彦とか幸彦いて、まあ、普通じゃん。でもね、世間一般全く普通じゃないから、もうこんなことないんだみたいな、ないって、本当にないって、もう幼なじみと、なんかいまだに遊んでたみたいな、ないよ、ないないない、幼なじみっていうと、まあ、ね、あの実家に帰省したときに、まあ、昔のよしみで、まあ、たまに会っておうっていうぐらい、いまだにずーっと何にも、もう何十年もずーっと続くんだよ。年食って密になるって、あんまね、ないね。ない。これはね、本当に珍しいって思うね。もう、なっちゃーもよく言うんだけど、お父さんは本当に幸せだよ、ね、あの、ね、の友達の親を見ても、こういう親っていないっていうか、だから友達と未だに遊んでるとか、バイクで遊んで、しかもほら、一人じゃないじゃん。だから誰かしらいるわけじゃん、友達が。だから、それってないよ、ね。そうだな。いやほら、かみさんなんかに聞いたってさ、やっぱりほら、周りのパパたち、要は、の友達のお父さん方っていうのは、ほら、要は休みの日は奥さんと一緒。ね、多いよな。そんなのとか、職場の同僚はいるけど、たまにゴルフに行くぐらい。じゃないじゃん、別に。でも、俺、家帰って言われても、あんた友達少ないもんね。それで。俺も神さんに言われる、もうお父さんは友達少ないよねってすげえ言われるの。いや俺本当に友達少ないんだよって言って。だから要は、ね、知り合いが多いのと友達っていうのは違う。うん、知り合いじゃない。
知り合いなんかもいくらだっているけど、そうなんだよね。それとこうやって一緒に行ってバカな話しながら株でくだらない話、これってできる相手とできない相手がいるわけだから。俺だってですらそういうのはできないもん。そういう関係ではないから仲いいって言ったって、やっぱり俺はバイク繋がりの仲間だけど、バックボード違うよ。違うね、全然違う。それ言っちゃったらもうしょうがないでしょ。たまたまこう年齢積み重ねてるだけですよ。いや、本当そこはしょうがない。それが続いてるってのがすごいんだよ。そう、それがすごいんだよ。そうだよ。そうなんだよね。別にさ、ずっとね、ずっと一緒なわけじゃないけど、切ったりやって、なんかくっついたりさ。があったかちょっと何にも変わんないよねそういう感じで本当言われるよ、ね、ああそうなんだ。若い頃からとやってることは全然変わらないよね本当そう。まあでもあんだけ地ビール飲んで日本飲んで、まあ熱燗飲んで、あれだけ、そんなもんじゃん。4000円まあそんな高い店ではないよ。美味しかった、美味しかった。あ、そう、ほら、あれほら。そしたら、こっちだろ？ホテルの方まで戻って、うん、こう渡ろう。気をつけて、あ、ここってないよ、ここてん？ここてんじゃないのか。ここてんじゃない。車来てる、車来てるよ。これこっち？あ、あんじゃん、あんじゃん。あれか。いいじゃん。おば、おばうさいの店。日陰と、やっぱりここは、パニーケ。ホテルなんですね。サニーハウス。ビデオだからこうやって構えてもしょうがない。お前たちいつも。そう。実はビデオこれだけだから、ね。クイクイだ。ちょっと箱根気持ちよかった。お前一人で行ったの？あ、そうなんだ。あれお前トリプルは行ったことなかった。いや一回だけだ。お前とあのバイクじゃなくてあのどっか。ああそうかそうか。飲んだ帰り。あれ J でバービヨンって行きゃよかったのに。同じ J 乗ってて同じようなラインブルーのラインが入った丸 J だから喜ぶよ。わあって。東松山から。これずっと取りっぱなし？最近だからあれがなんだっけ。木下ほうか、うん、あの役者いいんじゃん、うん、あれがトリプルカフェしょっちゅう来てる、うん、あれすごいバイク好きなんだけど、これ加減が難しい。あいいね、うまいつまみに。トリプルカフェって大船、あ行ってよ、裏行きだよ、裏行きカンナード、うん、あそこが結構すげえ、まあ、店いろいろ頑張ってて、いろんなほらイベントをかやったりとか、うん、でまあまあそのバイク業界でも有名にメジャーになってきたから、それで芸能人とか来るようになって、で木下ほうかってすげえバイク好きで、俺なんかと同い年かな。木下ほうかってあれだよ、ほら伊丹課長とかやってる、まあ、お前見りゃもうすぐ分かるよ。ちょっと待って、あの眼鏡かけてるでしょ。なんだよ、その押さえてんの、なんなの。うまいって言ってるっていうのを、でもそれは俺は言っちゃいけないと思う。うまい、悪い、お前口についてますよ。俺はね、悪いけど、これちょっといくよ、幸せ。これ日本酒いかないじゃないでしょ。日本酒これはうまいよ、間違いないよ。自分はこう、肌にジュッとくるわ、ジュッ。どうすかうまい。マキさん、ちょっとこっち見ながら。ダメだろ、お前。シールと一緒にずーっと行かないと。うまい。うまい。最高。これもな。うまい。これはうまいよ。間違いない。間違いなくうまい。お前、早く来ないと痛むよ。朝散歩。大将か、うん、なんかおしゃれな、開いてんのかな。すごいのか、撮影してきた。
それでは帰りのルートです。帰りは国道260号から青梅を抜けて津久井港をかすめて海を目指して江ノ島に戻ります。あ、マジで？何ですか？ん？ちょっと待って待って、動かない。トラブル。最初の世の中だけは変わんないんだけどさ、そう、年だけ取ってるっていうさ、あと、こう、体が動かなくなるっていうの。あ、そう。え？昨日通った道？ああ、そういうこと。うん。右だね、うん、こんなとこ、こんな、あ、でも通ってるよな、青梅街道だもんな、うん、あんまり、あんまり印象ねえ、これな、なんか腹ってきちゃったな、うん、がなったカレーパンでも食べるか。
うん。